ミスオール日本ユニ部00は、1番守屋陽子さんです。ミス日本大学に選ばれた守屋陽子さん21歳。現在彼女は雑誌や CM のモデルとしても大活躍。さらにミス日本大学に選ばれた1ヶ月後、関東12大学のミスたちが集まって行われるミス・オブ・ミスコンテストに参加。そこで守屋さんは見事グランプリに輝きました。これは日本大学史上初の快挙。外見は綺麗です。あの人超かっこいい、やっぱキムタク最高みたいな。可愛いんですけど、ただまもない言いますね。とにかく元気な子で、追いかけるのが大変でした。そこで今回はそんな彼女の私生活に密着。なんでラッキーにしたのかも覚えてないんですけど、なぜかラッキー。私結構一人でドライブするの好きなんですよね。彼女の地元おすすめのお店を紹介。おいしい内緒ですけど、本当はあります。 NUSAT プログラム、今回は話題の学生ミスオブミス守屋陽子さんの素顔に迫ります。昨年11月、法学部大講堂で2000年度のミス日本大学を決めるコンテストが行われました。日本ユニ部00開演です。エントリーナンバー1番、商学部商業学科3年守屋陽子さん。拍手審査員です。商学部3年の守屋陽子です。よろしくお願いします。拍手を伸ばし、いいね、いいね。芸術学部1年です。また、ね、姉さんエレガントですね。全部そうファンキーモンキークリニックの司会のもと、日本大学各学部から選出されたミスたちはさまざまなゲームに挑戦しながら会場のお客さんに自己をアピール。守屋さんも次々と出される難題に悪戦苦闘。学校帰りに、3人ぐらいの人に声をかけられて、何かなと思ったんですけど、そうしたら高校研究会の人たちで、でミスコン出てみないかって言われたんですけど、私初めは別になんか出なくてもいいかなって思って断ったんですけど、で慣れると思ってなかったし全然考えてなかったんで、なんかあんまり学祭に参加したことがなかったんで、どんな感じか分からなかったんですよ。それで断ったんですけども、でもちょっと商品を聞きまして、由来で参加しました。初めは。そしてミスたちが衣装チェンジの後、協賛企業から贈られるクライアント賞が発表されていきました。そしてミス AB ロードは1番守屋陽子さんです。守屋さんはミス AB ロードに選ばれ、商品として念願だったハワイペア旅行を獲得しました。これで全てのクライアント賞の発表が終わり、いよいよミスグランプリの発表です。発表します。ミスオール日本ユニ部00は、守屋陽子さんです。おめでとう。
森谷さんは会場の投票により2000年度のミス日本大学に選ばれました。おはようございます。どうですか気持ちは。びっくりで信じられません本当に。この気持ち今誰に伝えたいですか。 おばあちゃんです。おばあちゃんですよね。飛び切りしましたよね。その後ミス日本大学として雑誌などで活躍した森谷さんはミスオブミスを決めるコンテストにも参加。各大学の強豪ミスたちを抑え見事グランプリに輝きました。嬉しいっていうよりびっくりって感じでしたね。本当に全然選ばれる全然思ってなかったんで他のあの子かなみたいな感じだったんで えみたいな感じでした。最後にこう選ばれるんですけどどんどん一人ずつ消えてっていつの間にか私が残ってたんですよ。それなんでなんかいつの間にか決まってたって感じでした。やっぱ背が高くて目立ったからですかね。わかんないんですけど一番背は高かったんじゃないかなって思います。周りの反応はどうでした。やっぱりみんな全然私がなると思ってなかったみたいで私が一番びっくりしたんですけど周りもびっくりしてました。そうです、近所の人に全然あんまり挨拶もしたことないような人に声かけられたりして、そうですね、あと多分学校歩いててもたまになんかひそひそってされてる時があるなとは感じる時があります。森谷陽子さんは現在商学部商業学科に通う4年生。この季節は就職活動真っ只中です。現在大学に通うのは週に2日ほど。この日はゼミの授業を受けるため登校していました。そこで今回は大学2年の頃から彼女と共に勉学に励んできた環境科学ゼミの皆さんに座談会を開いていただきました。彼女がミス日大に選ばれたということなんですけどそれについてどう思われますか。晴天の霹靂みたいな。ね、いや昨日の夜初めて聞いたのでああそうか、うん、そういうことかというけど、はい、やっぱりかっていうのはありました。いやそれは特にない。まあミスコンテストっていうのはどういう基準でね選んだのか分かりませんけれども、多分こう喋る方でもねあの点数稼いだんじゃないかなとは思います。すごい背高いし綺麗で一緒のゼミ入ってよかったなってとっても思ってます。ありがとうございます。誰可愛い。かわいい。ありがとう、はい、で中身もあの明るさと重さを持ち合わせてるような彼女はやっぱり素晴らしい人。まあ可愛いんですけどズバズバ物を言います。確かにね、彼女がいると明るくなります。2年でゼミに入った時に、綺麗だなと素直に思いました。ありがとうございます。外見は綺麗です。うるさいな。家も近いこともあって、結構話したりする機会もあるんですが外見にとらわれちゃいけないということを気づきました。日大ってやっぱ人数が多いんですよ。本当にいろんなもう全国の人と友達になれるってところですかね。友達ももう本当全国ですね。上から下まですごい大学らしい大学だなって思うんですよ。もう小学部だけかもしれないわかんないんですけどなんでとっても楽しいです。森谷さんは統一テストを受け小学部に入学。日大って1年生の時からの成績がもうそのまんまに牛に結びつくんですよ。それを結構念頭に置いて頑張って、本当今からは考えられないんですけど もう真面目で勉強一筋って感じで部活も入らず毎日バリバリ勉強してました。
信じられないんですけど、今となっては成績はどうでしたか？はっきり言って良かったです。クラスで一番でした、はっきり言って頑張ってたんですよ昔は。1979年9月、陽子さんは森家の長女として生まれました。ミルクを飲まない子、母乳だったんですけど飲まない子で、育た痩せててすごく大変だったんです。もう栄養不良、この時代にって言われるくらい痩せてました。で、背だけ高くなっちゃって、赤ちゃんでも、で細いからちょこまか動き回って追いかけるのがすごく大変な子でした。怪我ばっかりしてたし、お医者様がこういう子供は痩せてるから病気は心配ないけど怪我をさせないように気をつけてくださいって言われたんで、そればっかり気をつけてましたけど、でとにかく外にいるのが好きでしたから、もう年中外で泥んこになって遊んでました。子供っていうのはこんなものなのかなと思いましたから、で次の子が割と静かな子だったんで、いやそういう子ばっかりじゃないっていうことが分かりましたけど、後になってとにかく元気な子で追いかけるのが大変でした森谷さんの実家は神奈川県三浦郡葉山町の山あいにあります。今日は久しぶりの休日、犬を連れてお散歩のようです。ラッキーちゃんです。もう11歳なんですよ。あ、人間の年でね11歳なんですけど、ちょっとおじいちゃんかなもう。陽子さんが何歳ですか？私が小学校4年生の時からですね。私が名前つけたんですけどラッキーなんでラッキーにしたのかも覚えてないんですけどなぜかラッキーにもう多分降りちゃった方がいいと思う。行くよ、ほら、よいしょ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 。いい場所でしょ田舎なんですけど、すごいいい場所なんですよ。わあ、もうこの川、もう一体ここをもう裸足でずっと歩いたり、そこら辺でザリガニを取ってザリガニを増やしたり増やしたり、カニを取ってカニに挟まれて下カニ行ったこともあるし、こういるんですよ、こんな大きいカニが。川にもサワガニもいるんですけど、こういう大きいのもいて、それに噛まれて連れてったり、連れて行かれたり、あと何かな、あ、カメを拾ってカメを飼ったりあと山で木登ったりですね。本当に中学校ぐらいまでそんな感じでやってました本当に木登って3メートルぐらいから落ちたことあるんですよ。骨は折れなかったんですけど家から出てってもうすぐ怪我して帰ってくるみたいな、本当そんな感じみたいだったんですよ昔はラッキーの散歩が終わり、今度はご自慢の愛車で外出した森谷さん。やっぱこういうとこに住んでるんで車がないと不便なんですよね、どこに行くにも。なんで車はいつも乗ってます。私結構一人でドライブするの好きなんですよねなんか一人のこの空間がいいんですよね。そんで周りの景色が良かったりするとなんかストレス解消みたいな感じで、結構こう、いやスピード出してってちょっと言っちゃいけないですけど、いやストレス解消になるんですよね、やっぱり運転してると。私たちは彼女に葉山のおすすめスポットを紹介してもらうことにしました。最初に訪れたのは葉山を眺めるには絶好のビューポイント、ここは湘南国際村の超穴場スポットです。爽やかですね、爽やか、この季節は特にそうなんじゃないですか。まだ海がまだ海水浴始まってない時期だから水もすっごく綺麗なんですよ。
その水も綺麗だし、で今ね新緑のね時期だし、この時期が一番綺麗なんじゃないですかね、葉山っぽい。本当夜ももう江ノ島の向こうの方まで伊豆ですか、伊豆までずっと夜景が見えるんですよ、ここから。それは一望できるこの高さなんで、こんな高いとこあんまりないと思うんですよ、 見渡せる。ここはかなりおすすめポイントですね。爽やかな風に吹かれ大満足の守屋さん。次に向かったのは彼女が小さな頃から知っているという葉山の名店。木目調の落ち着いた作りが葉山の美しい山にマッチしたマイファニーバレンタイン。マスターが生演奏する本場ジャズを聴きながら手作り料理を楽しめるちょっと大人のレストランです。そしてこの店のミスおすすめの一品がこれ、半日以上煮込んだ和牛バラ肉に特製デミグラスソースをかけたシチュー。口の中で肉がとろけていく感覚がたまらない一品です。このビーフシチューがすごい美味しいんですよ。肉がすごい煮込んであって、なんだろう、この生クリームもかかってるんですけど、この私生クリームとかすごい好きで、クリーム系使ったものが好きなんで、なんか濃厚っていうか、そういうとこがおすすめです。これは私が働いて食べた中でも一押しでした。ここで働いてたの？はい、ここで働いてたんですよ。2年半ぐらいですかね、結構長い間ここで働いていて、中に入って、それでまかない食っていうんですかそれでいつも出してもらってたんで、好きなの出してもらえるじゃないですか。大変活発な子で、いろいろとよく働いてくれたのに助かってました。そうですね、何しろ現代的な若いお嬢さんで、すごく、ね、店としては随分プラスになったことが多いと思います。はい、だんだんこれからもどんどん、いい方向に、ね、進んでいただければありがたいと思ってます。うちとしてはうちで働いていただいたことを感謝しています。そして現在彼女がアルバイトをしているのがここ葉山テニスクラブ。完全会員制のこのクラブのレストランで毎週末彼女はウェイトレスとして働いています。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい。須藤さんの失礼いたします。そう。評判はいいですね。やっぱりモデルみたいだとか、やっぱそういう評判がどんどん出て、お客さんによって微妙に。お汁粉とか甘かったりとかですね、そういうのちゃんと細かく覚えてるんで、しっかりやってると思いますけどね、はい、評判もいいですよ。ずっといてほしいですね。あと内緒で遊び行ってほしいですね。さて次は週に一度は通っているという守屋さん行きつけのお店。ケーキ激戦区の葉山にあって変わらぬ人気を誇るフランス菓子店。本場で修行してきたオーナーの自信作はタルトやパイなどの焼き菓子。生地のサクサクとした歯触りは一口で虜になること間違いなしです。そしてミスのおすすめはさくらんぼの甘酸っぱさとカスタードクリームの甘みがタルトの上で絶妙な調和をとるこの店の看板ケーキ。いただきます。うまく切れない。
美味しい、マジでケーキを食べるとなるとここのケーキって感じですね。大体これおすすめ、これはもう一押しなんですけど、このプリンとこのチェリーのこのなんていうんですか、コラボレーションわかんないけどそれがすごい美味しいね。あとタルトの部分が美味しいんですよ、すごい。なんでここら辺が美味しいです。これは本当食べた人にじゃないとわからない感じですね。おすすめです。これはここに来たらこのケーキをまずは。大好きなビーフシチューとケーキを食し、ご機嫌の守屋さんは海へと向かいました。ねえ綺麗でしょ海が。私も大好きなの。本当ここはよく通るって感じですね。もう週に 2,3 回は絶対に通るかな。ここは。え、その手袋は？これは、うん、すごい結構長い時間運転することが多いんで焼けちゃうじゃないですか夏に。だから UV カットもちゃんと買いました。どこで？それでオートバックスで買いました。ちゃんと UV カット用のが売ってんですよ、こういうの。女性用のね。買って、あと一応日焼け止めもね各所に塗ってあるんで焼けないように。結構ね、あの UV カットガラスの車だといいんですけど、私の車は違うんで自ら防いでいかないと焼けちゃうんですよね。え、でもこんな手袋してるの珍しいよね。うん、見たことない。他にたまにだけどおばさんとかで見る、こうなんか他の車見てるとたまにいる感じ。もうあまり若い子じゃないかも。そして彼女が次に案内してくれたのは、ここがですね、葉山のおすすめポイントの海岸なんですよ。この景色すごい良くないですか。いいんですよ、この岩の感じとか。あとあそこに裕次郎灯台があるんですよ。それもなんか素敵だし、あと夕暮れがすごい素敵ですね。もっとやっぱデートスポットとしておすすめなんですけど、でも私正直言って一人で来たことあります内緒ですけど本当はあります言ったことないですけど、こう大学生に入ってからかな、なんか一人で来たくなってありますね。一人で何するわけでもなく来て歩いてぼーっとしたことありますそういえば森戸神社や石原裕次郎碑など見どころが数多く点在する葉山を代表する海岸。ここから望む景色は神奈川の景勝50選に選定されるほどです。冬も人気が少なくて本当黄昏ポイントっていうところですね。あと恋人同士でも周りにいなくてね、いい感じじゃないですかやっぱり来たりする？ちょっとねちょっと来たりするたまに。スケッチ大会っていうのが年に1回あるんですよ。それで毎年私はここに来て描いてたんで、でこう描いてるとですね、こう船がいるじゃないですか。船をこう下書きしてるとこう色塗る時にもいないんですよヨットの大群とかがそれで困った気が、毎年そうだったような気がする確か中学校の時はですね、確かコンビニの店長になりたかったような気がするんですよそれはちょっとね根拠覚えてないんですけど、なんか自分の店が持ちたいな、なんかコンビニが流行ってきたぐらいの時でなんかいいなとか、自分の方にコンビニがなかったんで家の近くにいいなとか思ってましたね中学校の時は。だったんですけど、いろいろ変わりますね夢は、その時によって。いろいろな場所で様々な顔を見せてくれた守屋さん。しかし昨年ミスグランプリに輝いた時の彼女の言葉の中に本当の素顔を垣間見ることができました。どうですか気持ちは？信じられません本当に。この気持ちを今誰に伝えてるんですか？おばあちゃんです。おばあちゃんですね。飛び切りしましたよ、おばあちゃんはまだ今いました。ちょっと病気になって。病気してる。なるほどね、いい話ですよねこれね。ミスになったことでね、私の母が3月に亡くなったんですけど、
ちょうど具合が悪い時なんで、そのいい知らせを聞かせてあげられただけ、あのおばあさん孝行ができたかなって思ってます。はい、彼女がミスに輝いた知らせを聞いて、小さな頃から可愛がってくれたおばあちゃんはとても喜んだといいます。ちゃんと就職してくれるのが一番いいかなと思います。はい、特に目立ったことしてくれなくてもいいから、普通にいい方を見つけて結婚して就職しても、まあ勤められるものでしたらちゃんと仕事をしてくれればいいと思っています。これから金融系の募集で試験と面接が始まるんで、そっちの方で頑張りたいと思ってます。結構自分には固い商売の方が合ってるのかなって思う時があって、でお客様にも接せれるし、一般職だったらで、そういう仕事がやりたいなと思ったんで金融に、なんか面接みたいですね今まで結構その就職活動になるまで縛られてるものがなかったんで、何かしようってあんまり思わなかったんですけど、この就職活動を経験してこう自由っていうのが分かるじゃないですか。さらにそれなんで、やっぱりやり残したことというか、まあその仕事は頑張るっていうこともあるんですけど、もっといろんなことができたら、スポーツとかも挑戦してみたいなって思ってます。まあテニスクラブなんで、ちょっと本当にテニスやりたいと思ってるんですよね。でテニスをやってみたりもしたいですね。将来あの就職、学生卒業してからの将来のビジョンというか、はい、やっぱ仕事辞める辞めないは関係なく、やっぱお嫁さんになることが夢です。いい人を見つけて、いい人と結婚したいです。どんなお嫁さんになりたい？おじいちゃんおばあちゃんになっても仲良くいられるような夫婦になりたいです。お母さんって、うち、お母さんお父さんもそうなんですけど、おじいちゃんおばあちゃんみたいな、うちの理想ですね。葉山の自然、たくさんの友人、そして温かい家族に囲まれ、のびのびと育ってきた守屋さん。彼女の言葉の節々には葉山を愛する心と家族への思いやりがあふれていました。ミス・オブ・ミスに選ばれ、ますます磨きのかかった守屋さん、今後もさらに輝きを増していくことでしょう。